はい、こんばんは。真似したくなるサンドアート講座第8回です8回です。今日は鳥の描き方を紹介したいと思います。はい、鳥の描き方を紹介いたしました。結構ね、鳥はサンドアートで、まあ、例えば物語を描くときに割とこうよく出てくるっていうか、出しやすい動物なので、ぜひ可愛い鳥が描けるように頑張ってみてください。ではまた来週。